高橋光をめぐる春、西垣拓実、イブ、木村聡陣の三角関係がいよいよ決着。高橋光、こうは、はしご高が正式表記主演の朝日土曜ナイトドラマ、顔に泥を塗るが、9月21日に最終回、第9話を迎える。顔に泥を塗るは、メイクをきっかけに前に踏み出し始めた、主人公、湯原美久、高橋光が、モラハラ男へと変貌した彼氏に立ち向かい、メイクの力で人生を変えてゆく、人生逆転ラブストーリー。モラハラ男、春を西垣拓実、ミクの心を救うメイク男子、イブをファンタスティックスの木村聡陣が演じる。最終回直前の第8話で、ミク、高橋を取り戻すために、ミクの母、美智子、奥貫薫を使って、復縁を迫るという暴挙に出た、春、西垣。春と対峙した、イブ、木村は、自分の無力さを突きつけられ、肉を思いながらもなす術もなく引き下がる。もはや、なりふり構わず暴走する春に、SNS では、怖いよ、恐ろしすぎ、春くんの愛、激をも過ぎて震える、やばさぶっ飛んでるなど恐怖におののく声が続出。同時に、幸せになってくれミクちゃん、頑張れ、ミク、イブくんの表情が、切ない、イブくんに、ミクを幸せにしてほしいと思ってしまう、と、応援や願いの声が飛び交った。そして、最終話、ますます泥沼化するミクと春の婚約解消問題。春を完全に信頼する美智子は、春から婚姻届まで受け取り、ミクに激しく復縁を迫る。そんな中、春から突然、会いたいとの連絡が入るが、ミクは鬼竹周馬、高野光に春との交渉を託すことに。そこで春は鬼部から思っても見なかった衝撃の告白をされる。ミクは春との間に起きた真相を家族に全て打ち明けることを決意。同時に、このまま逃げていちゃいけないとの思いが湧き上がり、これまでさらけ出すことができなかった等の思いを春に伝えるため、春との最後の対決へ。一方、春と対峙して、以降、学生である自分の無力さを痛感したイブは、何もすることができずに自信を失っていた。そんなイブを、ミクの弟、ソータ、窪塚愛流のある言葉が動かす。咳を切ったように、全速力でミクの元へ駆けつけるイブ。止まっていたイブが、ついに行動に出る。メイクの力で前を向き、人生を変えてきたミクをめぐる三角関係が、ついに決着。果たしてミクは最後にどんな答えにたどり着くのか。顔に泥を塗る最終回は、30分拡大 ESP、物語の結末を、たっぷりと楽しもう。番組情報朝日系土曜ナイトドラマ、顔に泥を塗る09/21土曜日23時30分24時30分最終話原作、吉和、顔に泥を塗る、ゼノンス、コアミックス足、大久保智美遠山エリカ主題歌、ディーゼ、セームキー、EMI レコーズ、ユニバーサルミュージックメイク監修、井出上清出演、高橋光西垣拓実木村聡陣。ファンタスティックスタドラマ、顔に泥を塗る番組サイト http://www.tv-shahi.co.jp/kabotor/fanticsoficial サイトハットプス m.tribe-m.jp/artist/index/168